株式会社 EMI Music Japan は2013年まで存在した日本のレコード会社松藤や弓をはじめ宇多田ヒカルやシーナリンゴなど多くの大物歌手を輩出したことで知られる。旧称は東芝音楽工業株式会社東芝 EMI 株式会社で元来は東芝グループの会社として成立したが2007年に音楽事業を イギリスの EMI グループへ売却して撤退。そして EMI グループ自体も2012年にアメリカ合衆国のユニバーサルミュージックグループの参加となったため、翌2013年にユニバーサルミュージック合同会社に吸収合併されて解散した。その際、法学制作部門がユニバーサルミュージック参加のレーベル EMI レコーズジャパンとして残り、レーベルの統合を経て、 同社の参加レーベル、バージンミュージック、EMI レコーズとなっている。キャッチコピーは、ミュージックフォーオール、オールフォーミュージック。1960年に、東京芝浦電機の音楽レコード事業部が独立し、東芝音楽工業として設立された。1973年に、かねてより取引していた4大メジャーレコード会社の、一つであるイギリスの EMI グループが、資本参加し、 東芝 EMI に解消する。洋楽では、ザ・ベンチャーズ、ザ・ビートルズ、クイーンなど、邦楽では、ゆきさおり、松藤谷由美、オフコース、薬師丸ひろ子、坂本冬美、防衛及び同グループ元メンバーの氷室京介と、ホテイ康、ザ・アルフィー、宇多田ヒカル、東京事変及び同グループリーダーのシーナリンゴなど、大物が多く所属していた。 ビートルズの CD を発売する前のレコードの時代は、イギリス版、アメリカキャピトル編集版、日本編集、ドイツ、イタリアなどのあらゆる編集版を発売して、ファンを感動させた。2002年以降は、a ッ e x グループに並ぶコピーコントロール、CD 推進派の筆頭角で、後に2005年夏季から、後続企画となった、セキュア CD の推進役も務めた。他社が、 その適用を縮小する中で、演歌や歌謡曲の一部などを除き一律、CCCD 適用の姿勢を崩さなかったが、2006年に CCCD の販売から完全に撤退した。音楽配信事業は、東芝 EMI 時代から寛容的で、2007年5月31日から、海外の EMI グループと補聴を揃えて、iTunes ストアにて、DRM フリー楽曲の提供を始めた。 ソニーミュージックエンタテインメントがソニーとの関係から配信するウェブサイトが限定される状況とは対照的に当初から様々なウェブサイトで配信されている第三世代公ディスクは当初から東芝主導で海外の EMI グループが参入していた HDDVD ではなくブルーレイディスクで参入を表明していた1994年以降に EMI グループが55%を出資し 残りの45%を東芝が出資したが、2006年に東芝が保有全株を EMI グループへ売却して音楽ソフト事業から撤退することを発表。理由は東芝側の主力事業の経営資源、投入強化による関連事業の見直しと EMI 側からの買収の提案があり、両者がこれに同意したためとしている。 2007年6月、EMI グループへの株式売却が完了し、社名を EMI Music Japan に変更。創立当初からのコーポレートスローガンである、心への音楽は継承された。それから5年余りが経った2012年、AEMI 本部がレコード部門をアメリカのユニバーサルミュージックへ売却して消滅。これに伴い、ユニバーサルミュージック合同会社とエマジは、 グループ会社となり、経営統合に向けて、両者で協議を行った結果、翌年の2013年、ルマワがエマッジを、吸収合併することで合意。これにより、エマッジも2013年3月をもって解散。旧東芝音楽レコード事業部時代から数えて、通算58年の歴史に幕を下ろした。この際、エマッジに存在したレーベルは一旦集約されて、EMI レコーズジャパンとなったが、 このうち、バージンミュージックが2014年に独立した、東芝 EMI 本社ビル、2007年、EMI ミュージックジャパンに、社名変更した後は、右上の、東芝 EMI の文字も取り外された。2008年に本社が、赤坂ビズタワー27階へ移転したことに伴い、取り壊され現存しない。跡地には、日清ため池三郎ビルがある、あ行か行作業帯域 な行ま行ょ行や行ら行は行複数のレーベルに所属しているアーティストも存在していた。2013年4月以降は、ユニバーサルミュージックの参加レーベル、EMIR 及び EMI レコーズに統一したためこれらのレーベルは一部を除き消滅した。は、ユニバーサルミュージックバージンミュージック、EMI レコーズ以降も継続中のレーベルエマジは、以下の5カンパニーに分かれ、 CD 発売をはじめとした業務を行っていた。東芝 EMI、EMI Music、ジャパン時代に消滅した、レーベル j s ストーム、アルファミュージックの商品を除いては、帯の背部分に、東芝 EMI が販売している商品を示す3色のマークが付けられていた。邦楽作品、洋楽作品現在は、ゲームソフト開発、販売からは撤退しているが、 プレイステーション用ソフトはハムスターが販売権を継承し、廉価版等をリリースしている MSX ファミリーコンピュータスーパーファミコンメガドライブプレイステーションウィンドウズ。ありがとうございます。